こんにちは。あ、どうぞどうぞ入ってください。どうぞどうぞ。これは私の家です。ごっつこみゴードの家です。で、入った瞬間に、まあこれ、まあ、出る時に使うんだけど、ワールドマップという素晴らしい本があるんですけど、それは物入れとして使ってますね。あの財布とか出かける時に絶対忘れちゃダメ物はここにしまってます。じゃあまっすぐに進むと、もう目の前にあのね、これなんだっけ、10万人の登録者の、まあ、ドラムのチャンネルの方の書、持つあのツッコミ構造のやつも欲しいよね、これ。よし。で、まあこっちはもうバスルームとかトイレなんだけど見せないからね。で、上にはまあご飯とかツナとかね置いてあります。で、ここに来ると、ここに来ると洗濯機あります。で、かけるが買ってくれた柔軟剤もあります。いい、あの、いい匂いするで。で、まあキッチン、小さなキッチンがあります。で、進むと冷蔵庫と電子レンジ。これ冷蔵庫建ててもらったからめっちゃいいやろ。で、これ結構安く、あの、ネットで買って材料とか料理に使うもの、ここに置いてあります。頑張って料理しような、うん。で、これはゴードの部屋です。で、今日やっとソファが来たんだ。もうめっちゃ嬉しい。もう今日まで、もう30分前までぐらいにこんなしょぼいソファ使ってたね。このダンボールで作ったやつ。えい。で、まあここに来るとタダでもらったテレビで、あ、これ美穂さんにもらった時計、これめっちゃいい。これ見たい時にあクラップするで光る。これ見て見て、いくよ。えい、いいでしょ。で、テレビ台意外と高いんだよ。だからテレビ台じゃなくて、あの、棚みたいなやつ買って組み立てて使ってる。値段全然変わったんで。で、箱とか入れてますね。Bose のスピーカーで、まあこれ鏡はまあ中古で買って結構安かった。で、これはカーペットで、これ Amazon で買ってめっちゃふわふわで気持ちいいんだけど、あやっぱここご飯食べると緊張するよね。もうなんか汚したらちょっと大変なことになるからね。しかも夏はちょっと暑いかもしれないけど、まあこの建物自体はレンガでできてるから夏はまだ涼しいかな、わからない。どうやろう。で、ここに来ると作業の場所、あのね、まあ買ったパソコンありますし、1000円の椅子もありますし、カメラ、マイク、こうやってね。で、YouTube のノート。いい。で、ここにいろんな使うもの。あります。お、チーズあるよ。チーズ。よかったね。あの、多分チーズ仮面さんが置いていったかも。いつもそうするのよ、あいつ。で、ここはもう。ここは腕立てスペースね。朝に起きてストレッチして腕立てなどして、えいえいえいみたいな感じですね。で、ここは適当に服入れてる、服とかスーツケースとかバケツ入ってるんで、ちょっと今汚い。 こっちも汚いけど、こっちもさ、こっちはまあ、全然汚れてるけど、まあ、そのうち掃除するけど、そのうち掃除きれいにするけど、ここ一番使ってるのはドラムの、あの、基礎で。ここで
毎日叩いてる。結構いい感じ。あのなんか起きてパーってここ開けて練習が始まるっていいよね。 しかも立ったままがなんかかっこいいっていう感じです。あとは何もないよね。まあこれはゴードの住んでる部屋です。みんなどう思いますか？もう2週間もうここに来てからちょうど2週間経つんですけど、結構頑張って家具とか揃えたと思うよ。しかもそん一番高かったのはソファ。これ一番お金使った。まあパソコンは別として、テレビもタダだったし、いろんなものタダでもらってるし、あの結構安く揃えて、ちょうどソファが来た今ちょうどなんか部屋が完成したっていう感じになる。みんなどう思いますか？あとは何か足りてないものありますか？ぜひあればあのコメントで教えてください。いやまあそれよりもうあのAmazon 欲しいものリストに入れて買ってくれれば全然置いときますね部屋にっていうかあの Amazon リストのものさ、本当にありがとう、本当にありがとうございます。まあどうせ誰も買ってくれないんだろうなって、なんかあの作って、でもなんか誰かが買ってくると想像しながらなんかどんどん物入れるのが楽しくなって、そして結構時計とか柔軟剤とかチーズとか、あの結局いろいろ買ってもらったからすごく幸せ。もうあの毎日もらったものをちゃんと見て、もう感謝の気持ちを忘れないように頑張らないと、ね、でもう2週間ソファ内の生活でソファの感謝の気持ちもたくさん今日は、ということで今日の動画はこんな感じですか。みんなまた遊ぼうね。